全部山々六左に西塚古墳、中央に上野塚古墳、右にぬか塚古墳がある。西塚古墳は福井県三方上中郡若狭町秋袋にある古墳。形状は前方公園墳、上中古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定されている。福井県南西部、若狭地方中央部にある全部山の西側山麓に築造された古墳である。 この全部山々6は、本古墳含む7基からなる、脇袋古墳群が映像された地域であるが、特に、若狭地方の広域主張母とされる古墳3基を含み、王家の谷に行きされる地域になる。本古墳は、脇袋古墳群の生誕に位置し、これまでに1915年に、国鉄オバマ船設に際するサイドで大きく作兵を受けており、その際に、 石室が露出したため調査が実施されたほか、その後にも数字の調査が実施されている。現在は公園部と前方部の一部の噴球のみを依存する。噴球は前方後円形で、噴球主軸を南北方向として前方部を南方に向ける。噴球は2段または3段蓄積。噴球表面では不規石、埴輪が認められている。噴球周囲には、 縦型の集合が巡らされており、この集合外定でも不起意し、埴輪の存在可能性が高いとされる。主体部の埋葬施設は、縦穴式石室で、主軸を東西方向として、長さ5.46メートル、幅1.27メートル、高さ1.5メートルを測り、石室内部では、石色顔料が塗布される。この石室からは豊富な副葬品が出土したほか、 その他の出土品の内刃庭には、吉備地方、尾張地方の特色が見られており、当時の地域間交流が示唆される。この西塚古墳は、古墳時代中期の5世紀後半頃の築造と推定される。若さの主張母としては、上山古墳に後続し、中塚古墳に先立つ時期に位置づけられる。被壮者は明らかでないが、後輩の全部山の何も見えるように、 一帯の脇袋古墳群引いては、上中古墳群は、若狭国像の柏出の一族の主張母群と考えられており、本古墳もその一つと想定される。また本古墳の場合には特に、柏出氏の内前イカルワとする説がある。古墳域は1935年に国の史跡に指定されている。また出土品は、宮内町に所蔵されている。 古墳の規模は次の通り調査による値。1915.1917年の調査で、石室内から出土した遺物は次の通り。これらは現在は、区内庁に所蔵されている、ぬか塚古墳。ありがとうございます。